今日は来週開催する色むじの会のご案内です。今こうやって見ていただいているあのこれ全部ねあらゆる色むじですけれども、こう同じ色でも地紋が違う、そういうのを全部これを、一種類と数えるとだいたい今ご用意したのが、100種類この中にあります。こんにちは。100種類ぐらいの色むじね。だこれにあの、まあ、皆さんだいたい抜き紋を入れて、一つ紋付きっていう形でお召しになる方が多いのかな。そうだからね、まあ、色むじの、見本帳というのはこうやってご用意をしましたので、地方の方ね、まあ、代表的なものをしましたので、これをお取り寄せになって、でそれでまたメールとかでやり取りをしていきましょう。そしたらその周辺のものもあのご一緒にね、おすすめのものを入れていったりしますので、この色むじだけはね、なかなか本当にこのライブでお見せするっていうことも難しい。例えばね、ここにはピンク系のものっていうのはこの桜色っていうものが一つだけ、あります。この桜色っていうのがこちらのものになるのね。けどね、本当はこのピンクっていうのはこの紅富士のようなピンクもあれば、こちらのもうちょっと明るい目のピンクもあります。これね、パッと見てた時に色違うのっていう感じなんだけれども、ちょっとこうやってお見せしていくと、よいしょ、これで映るかな、拾ってほら、こんな風にね違うの。こっちの方がちょっと地味なピンクね、でこちらの方がこうパッと綺麗なちょっと黄色みのあるこっくりしたピンク、そしてこれが見本帳に出ている桜色。こんな風にあの色むじって言って、もうピンク系でもね、まあちょっと今これはかなりこう差がパンパンパンって出ているけれども、これぐらいの色の感じがあるんです。そう、それでじゃあブルー系だとこれとこれとこれを広げよう、うん、それでいいよ。これがちょっと空色に近いブルーですね。でこれがブルーグレーのような色で、これが見本帳に出ている藍白だけど、見本帳にはこの一手だけしか出ていないからね。だからあのこれ全部が全部色チップを切るっていうことはできないので、うん、まあ見本帳を取り寄せていただいて、この周辺の色っていうのをきめ細かくお話をすれば、まあ、地方の方でも、見ていただけるのかなと思うし、都内の方であれば、まあ、ご予約の上ね一組ずつお迎えしたいと思います。やっぱりなんかまん延防止がまた伸びるかもしれないって言ってるんでしょ。もう私展示会以上地方の展示会を直撃してくるので、とても青くなってます。でブルーでもこれだけ違うし、こっちのベージュこうパッと見たら一緒の色にほぼ一緒に見えるじゃないですか。ここだけど実はこれたよいしょ、はいはい、これみんな見てもらう、これが白茶色だし、こんな風に反物で見てると全然あの色の違いがわからないんだけれども、広げるとこんな風に同じ白茶でも微妙なトーンの違いがあるんです。だからこれはおうち来ていただいてね、ぜひお顔にかけていただいて見ていただきたいなと思います。グレーもみんな同じ、このように
色がね違っています。どんな色があるかっていうと、この薄藤があったり、卵、色、炭黄ね、炭黄があったり、薄あんずがあったり、白茶系の色、今お見せした白茶系の色、このグレー、グレーもこれ広げると見た色が違うからね、ほとんど色が違う。ほとんど色が違う。で、こちらがこの、そうそう、この、今かな、黄色みを帯びたベージュ、私はこれを一重に作りたいっていう方に結構おすすめすることが多いです。やっぱりあの一重を作るときには春一重だけじゃなくて秋一重もあの計算して作られたらいいと思うのね。これなんかはあの秋一重に茶色の帯とかね、そういうのを合わせたりするととても重宝だし、薄根図があって、これはみんなオリーブグリーン、オリーブ色のね、全部こうバリエーションになっています。こちらグリーン系も、グリーン系も本当に色が違う。これが、まあ、パッと見この程度の違いなんですけれども、これは綺麗な白緑と、これが白緑、綺麗なグリーンです。でこちらが裏葉柳、もうこれだけもう年代もバツッと違ってくるよね。これは色目をつけていない、今回出した新色なんですけれども、もうちょっと若竹系の色かな。こっちが柳系の色で若竹系の色、これは綺麗な白緑。こういうふうに同じグリーン巻きになっているとそんなに差は感じないんだけれども、広げるととてもあのもう年代もね、顔写りも全然違ってくるので、ぜひ、ぜひね、これは顔に当てていろいろ見ていただきたいなと思います。自問も今だったら結構いろいろあるし、はい、まあそんな感じで色無地の会100単ほどご用意をしました。今週はね、あのなんつったって地層さんの青かえで流水ドリズというのができなくなって飛んでしまいましたからね。ずっといろんなものを、ものづくりの1週間に当てて、昨日は京都にも行ってきました。また素敵なものがきっとできると思いますよ。今回のクーポンは、抜き問題、通常1万1000円のところを 50% オフ、 50% オフ5500円で門が入れられるっていうのを企画にしたいと思いますので、ぜひまた色無地の会、こればっかりも絶対現物見た方がいいから、あの、一応はあのオンラインでも、オンラインショップでも掲載はしていますけど、目安にしていただいたらいいと思います。あとそのどうしても13日からの地方展示会のために、お取り寄せのが多分7日からできなくなるのかな。そうそう、あのお取り寄せがちょっと7日からはみんなできなくなって、何日だったかな、それちょっと私も分かんないんだけど、あのちょっとオンラインショップで見てください。あのできなくなって地方店に全部の商品が集結していくようにしています。名古屋、大阪、広島の方、マンボウね、まさかね延長しないと思ってたら延長するんだって、やだね。でもまあもう感染対策は万全にしていくので、またそれはそれでアナウンスはしますけれども、多分ね翌日のね午前中とかが一番空いてると思います。もう行ったその日には午後に開けるから、その時はやっぱりちょっと一番混むと思うのね。あとやっぱりお昼ご飯を食べてから出てくる人たちが多いから、ちょっと混むの嫌だわってなったら午前中狙ってみてください。その時は多分私もね空いてる方がね見立てて差し上げられるからね。私も久しぶりで楽しみにしていきますので、その前に来週はこの色無地の会で、皆様をお迎えしたいと思います。100種類ものあらゆる色無地揃えてるところなんて絶対うちだけだからね。微妙にね似合う色かけてみて、あなたの一色を見つけてください。はい、ありがとうございました。ではまた会場でお待ちしております。